アパやってます。どうもクッキーです。 AKB48 の小栗ゆいです。ハリウッドザコシショウ南川でございます。若井ゆきです。よろしくお願いします。お願いします。ね、もう私たちで言うと、うん、何、まあ、早速なんですけど、はい、まあ、令和ロマンが行きまして、はい、M1 あすごい、はい、また後でお話は聞いていくという形でございます、はい、嬉しいな。あ、ファイナル優勝しちゃった。優勝、そんな興味ないですか。おめでとう。すごいな。興味ない。問う問う。いや、優勝してもらった。決勝に残ったんですよ。あ、ほんまか。だからクリスマスイブでしょ確かね。どっちで、もう放送終わっとんのかこれは。いや、まだです、まだです。19ですから、今週ってことですよ。どっちで行ったの？どっちで行ったってことですよ、ね。その、キングオブコントか、はい、あの、M1 か。R、まあ、R ちゃうか。R か。いや、R まだなんですよ。予選もまだです。二人で R。R じゃないです。R 楽しみに、あんまり。買う買うなんて R な、二人で行ったからな。そうですよ。確かに確かに確かに。すごい。今ちょっと問題発言してるじゃないですか。してないですよ。してないですよ。R を誰も楽しみにって未来で止まってたんだ。そんなこと言ってないですよ。お前何してんのお前。R ごたるを誰も今年出ますからっていう話です。審査員やねんね。もちろんですもちろん。師匠はもうだって全盛の時でしたから。うん、あれお前出んの？いや一応ね。やんもう出んで別に。出んでいいやん。みんな言われるんですけど、なんか出といた方がいいかなっていう感じでね。あ、またあれあれか、鳥持ちに飛び込むか。鳥持ち飛び込まないです、あれもう。あ、取れた。あー、取れてますね。深夜2時まで取れましたけどね。ちょっとでもまだまぶたのとこ残ってますよ。それは俺のブサイクです。そうだ。それは俺のブサイクです。すみません。目やりちゃうか。目やりじゃないです、そんな。清潔にしてます。悲しいツッコミ。目やりついてる？目やりついてる？ゆいちゃん。これ目やり。目やり見せんなよ、お前アイドルによ。怖い。目のその中の赤いやつ見せるな。目ぐき。目ぐき。目ぐきを。目ぐきっていうんか。ほんまですか、でも取れたんですよ。もうオイルで、もうあれサラダオイルで、もう油ベタベタになったん。いやいや、鶏もちつけたら皆さんね、サラダオイルをとりあえずダーッと塗って、うん、ほんで牛乳石鹸で落としていただくというのが一番ベストですよ。粘着も粘着を弱まらす。そうなんですよ、弱まらすってことです。でもじゃあ鶏もちと油で取った時で油が次残るのうっとしいな。そうなんですよ。だからその時は本当にボディーソープというよりも牛乳石鹸、固形石鹸じゃないとやっぱ油は落ちないです。落ちない。はい。だから今お前ツルッツルやな。大毛という毛がないな。無毛。確かに、うん、そっか、多分毛も一緒に行かれましたよね。いやでもほんまにリアルな話、あっちの毛はもう全部持ってかれました。うわぁ、しんどいな。はい、持ってかれました。でもええやん、その方が清潔やから。確かに、まあ、確かにね、もう最近はね、全部こう剃ってはるのが主流なんでね。うん、そうですよ。痛くなかったんです。俺剃らへんけど、切ってるで。切るってなんて、剃った方がええんちゃう、それたら。いや、剃るとね、ガリガリするの、ガリガリ。かゆくなりますよ、ね。切ったら、毛先がエッジ効くから、セクオスした時痛がられません？女子が。そうです。毛先がこう、エッジ効くから。エッジ効くから。そう、斜めにな。そっか、罰切りになっちゃう。そうそうそう。だからほんまは焼くのがええ言いましたけど。焼いて毛先丸く。丸くするってことですかね。くっさー。話のジャンルがね、もう行き過ぎてるんですよ。で、まず、セクオスの後の、若ちゃん言ったとこ、同意したらあかんで。いやでも、そうそうそう、なあ、ファイン行きましたよ。彼女も、あっぱれ買うのも、セクス神ですから。最悪。最悪。セクス神です。セクス神です。最悪。ちょっとユイちゃん見習ってさ、もう本当にもう我を消してるから。その話だったらユイちゃん我を消すから。ね、若ちもちゃんと見習ってアイドルなんだから。した方がいい。あ、今帰ってきました。外に行ってました。そうそうそう。どっか行ってた時、RG ぐらい黒目でかかった。あれ言ってたんだよ。それぐらい黒目でかかった。もうお会いしたとね、ピンとは出れてたもん。やだ、やだ。はい、そんな感じでございますけど、だからレアロマが行ったということですね。まあ、それは後で話聞いていきますけどね。M1 ですから、M1 ね。これ万が一でも優勝する、まあしてほしいやん、トライで。したらさ、もう早々にこのラジオやめるやろな。どうなんですかね、もうリアルな話でもどうなんですかね。どっかの曜日でレギュラーになるんですかね。それともここ、いや、どっかの曜日でレギュラーになるん違うんすか。やるんすかね。もう、その、もう。え、火曜じゃないとこで？わかんない。優勝したリアルな話は、もうこの MBS ラジオ自体を降りて、他の大きい、もっと大きい、
あの全国 ネット系のラジオ、オールナイト日本系の、そう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 、やりはるんじゃないですか、夜で、まあゼロあたりから声かかるでしょ、まあ、まあゼロはまず行ったんで、うん、でそこでこう認められて、はい、もうそちょっとそっち行くんです、まずカーは出てられませんじゃん、でもこの場合そのゼロとっていう併用は無理なんですかね、もしゼロが決まったら併用は無理なんですかね、できる。できる。俺らはできるって言うじゃない。本人レイローが言わなくて。確かに。レイロー。レイローがそれ。初めて聞いた。どうするレイローがラジオな、あの、例えば、大きいとこで決まりましたと。オールナイト日本で、なりましたってなった時に、はい、申し訳ないけど、あの、南川さん、一緒に、あの、火曜日、あっぱれ降りて、こっち出てほしいんですって言われて、どうする、引き抜きか、引き抜き、いやそれ皆さんもそうですよ、そうですよ、若ちもゆいちゃんもザコシも、はい、俺も、はい、とした時どうする、その何ですかね、まあ、僕はリアルに考えちゃいますかね、えきついぞこいつ、ひどい、まだ入ったばっかじゃないですか、マジゴミカスやんけ精神が、マジか、ゴミチリカス、えゴミすらもならない、いやちょっと待ってください、ゴミのカス、ちょっと今僕が言いましたけど今僕が言いましたけど、え、じゃあクッキーさん、ゴミチリカス、クッキーさんどうするんですか、いややめろやろ、あっぱれか、そっちかい、なんで余裕だし、そっちかい、なんで、いや速攻やろそら、そこで瞬殺やで、ひどいよ、瞬やめ、瞬時にやめる、事態の時、瞬時ひどいよ、事態の時、瞬時考えへんってことだ、でもね、そんななんだかんだ言うてね、芸人は結構考えんです、実は芸人はやめないですよ、やっぱ怖いのはアニメなんですよ、こういう時アニメ、アイドル、アイドル、アイドル、やっぱ若ちとかゆいちゃんは多分ほんまリアルに辞める、俺ら今冗談で言ってますけど、リアルにその辞めるでしょ、事務所的にからポンと辞めるでしょ、どうだろう、いや私は結構もうずっとここに、あの当時からいたんで、当時からじゃない、え、じゃあもう最初の方からな、何かあっても辞めないってことですね、はい、僕キーさんと一緒に出ていきます、ああ分かるわこれ、でも俺分かんない、これゆうちゃんな、やめへんよ、え、ほんまですか、これ なんでか言うたら、はい、この、ま、だいぶ前にあの、すっげえ下ネタで困らせた回があってんの、はい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 、でその帰りにタクシーでゆうちゃん帰ってたけど、はい、窓全開で、はいはい、グーって伸びながら、はい、楽しかったーって言うちょっと待って、ゆいちゃんって言うには多分これがストレス発散でも、わき全開で、窓全開で、窓全開で、わき全開で、マネこうやってる前をマネージャーが僕からドア閉めようとしてたから、あ、聞こえました聞こえましたって、そうそうそう、見えます見えます、楽しかったー、楽しかったー、そんなツーツーって言ってた、ビーバップみたいな話、そうビーバップの喋り方みたいな、ゆいちゃんやめへん、あ、そうなんですね、ゆいちゃんやめへん、そう好きなんで、うん、ラジオ、で分かってもらえない、そりゃーねーねーはっきり言うけど、若ちは辞めると思う、そうなんですよ、辞めるな、結果やっぱり上昇志向っていうか、そっか、辞めますよね、そうですよね、辞める、うん、いや、ゆいちゃんってもうアイドル界で、まあ言ったら大手にいて行き切ってる子やん、はい、なんか、はいはい、え、まあ、そろそろグループで、じゃあほんで若ちは、うん、若ちはこれからやね、これから行き、あの、いやいや、マックス点に到達するタイプやろ、まあ、声優でもありますしね、そうなんですよ、今地べたやんか、めちゃめちゃ、ね、なんで幅が広いわ、言うの、画面埋まってる、もうちょっと広いじゃ下で全然行ってもうちょっと見たら分かるもうちょっとだけ、そう、もっと向上心あるやろ、あるより登りたいっていう、登りたい、そうなんや、そうそうそう、私もまだ頂点見えてない状態やから、それはもう頂点目指して上書き上がるするよ、確かに人生プランしっかりとめちゃめちゃやめる、なるほど、リアルにどうよ、あっぱれか、やるよ、やる、本当ですか、ほんまにやめるかも、嘘だよ、一番リアル、いくら一番リアル、嘘、行かないよ、やっぱり倉敷師匠が一番ね、やめないですよね私はやめませんよ、ほら、うん、まあ普通に別に何でも断りませんから、でももし師匠、もしクッキーさんがやめた時に、うんうん、どうするんですか、やめたら、クッキーさんがいなかったらちょっと寂しくないですか、やめたらもう俺のバイキング西村とか入れますわ、いやいや、でもそんな決め、小野さんがそんな選ばないそうなんですよ、決められへんねん、そうなんですよ、だからほんまに結構こう、誰あんまり喋ったことない人とか、 ABCG の塚ちゃんとかです、うわ、あんま絡んだことないそれはね、俺人見知りだからやばいな、そうなんですよね、あ、確かにあり、それ変わった瞬間ずっと地蔵になりますね、私、
それはもうそれはもう首ですわ大丈夫もう、うん、自らやめんの首、首ですか人見知りなんですいやだからリアル話するとまあ他の曜日とか、まあ、ここのレギュラーになってで、うん、別のとこ行くかですねレイオロマンはね、うん、寂しいですね優勝したらかぶるよでも俺ら全員が一気にやめていってんやんなるほどやだそうそうそうあんまりこのメンバーごと大移動やん大移動 できるんですかで城島さん2周やってもってやんか城島さんやってくれないですか城島リーダーに城島リーダーそんな無理ですそんな無理ですしんどいと思います体力が体力は十分あると思うんですけど、うん、はい確かにな いろんなこと言うんだけどどれそのリーダーがおじいちゃんであろう意見とか言ってます言ってますお前いろんな言ってます全撤回です全撤回です全撤回しますひどいこと言うな全撤回です危な全撤回です本当に任せられない私たちでいろんなだってあの大木さん入りましたもんね木曜日ねビビる大木さん新たにそうでしょ誰かが出てて本当に豪華ですね新たに木曜がプラスでそうそうです木曜誰がいるの木曜だから、城島さん鳥居みゆきさん小峠とか辞めたのかなあ小峠さん卒業です。小峠さん卒業。ああ、卒業してね。小峠さん土曜日ですよね。で、土曜日、土曜日卒業します。そうだ、もうやめたんから。そうですね。土曜日にサラバが行って。あ、そういうことね。あ、サラバ行った分、鳥居ちゃんと、ビビる、奥さんが入った。で、斎藤京子さんとか、鈴木みゆさんとかね。うん。アドラクション、アドラクションの鈴木さんとかね。へぇー。そうそう。結構曜日多いんですよ、だから。そうですね。はい。この、でもこの曜日はな、もうずっとこのメンツでいいよな。生きてよな、ずっとな、この仲間でな。いや、ほんとそうですよ。ほんとそうですよ、みんなこう。変になんか新しいの入られても、ちょっと、テンパるわ。テンパりますね。AV 上位ってやがったさ。なんでなんで出てない。友達もいるから。まあ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 。でも、じゃあ、こんな調子やん。セクシー女優もありですよね。今喋れますからね。今、めちゃめちゃありやで。いや、確かに、トーク面白そう。面白そうです。結構いますよ。僕も仕事しますけど、結構喋り達者っすよ。そうそう、やってるもんな。確かに、面白い。どっちがいいセクシー女優さんか男優さんだったらどっちがいい新たにゲスト入るとしたら。どういうことどういうことえ、セクシー女優さんがいいです。セクシー女優さんがいいでも私も男優さんやろいいじゃん。なんでよ。なんでですかシミケンさんとかね、急に。シミケンさん、いや、シミケンさんええやん。そうですよ、私。何話すのテクニックを。テクニックをね。指先のブヨブヨ加減とか、テクニックとかをね。テクニックをね、やっぱり。趣旨が変わっちゃう。変わってきますか。変わってきますね。だから令和ロマンと9番がレトロもね一緒にこう上がっていってるわけですから。ねどうなるかというところでございます。お祝いなその決勝行ったことでもうほぼ売れ格入るわけ。確かに売れ格。俺あの80%売れ格入ったと思う。でももうでもレトロも知ってますから。そも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 やっぱよう見るからもう売れ格コース入ってねえけどそのねあのお祝いがてら飲みどうですか。そうですね。そろそろね。ぜひともね。いつ、いつにします。いつにします。年明けてもらおう。本人です。聞きますよ、まず。確かに。だって結構 Z 世代ですから。でも本当に優勝したらもう絶対スケジュール取れないくないですか。忙しすぎて多分。確かに南川優に Z 世代に強要したらあかんねんもんな。そうなんですよ。飲みに行こうけって。そうなの。そうなの。そうですよ。誰ですか、Z。え、Z ってだからそういう。レイオロマンさんは Z なの。20前半とか20中盤のあたりとかは。若い人ってこと。若い人、若い人に無理やり。パワハラみたいになっちゃう。そう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 。しかもさ、あんまりお酒も飲まないから。そうだから飲み行こう系だ。ヤグミさん。ちょっと、師匠。そんな感じにして携帯見ちゃうじゃん。触ってない。師匠。全然出されとんか。スケジュール見てたの、ほんと。なんで見んねん。あの、飲みに行く日っていう。いや、それもだって、やっぱり終わりでしょうか、大体。別日に集まって行きますかいな、そんな。違う違う違う、次の日とか早かったら行かれへんやん。そうですよ。入れないでください、音。だから、ハウの音が。違う違う。ハウの音は。携帯はええんですよ、まだ。音ないから。はぁ、いや、いらんの。それ入れたらダメなんですよ。ハウって言ったから。忙しいからさ。え、まあもちろん忙しい。年末はやばいですけどね。疲れます。やばいでしょ。忙しそうです。年末でも相当やばい。ほんま忙しいでしょ皆さん。だから大きいしんどい仕事多い年末で。大きいしんどい仕事。長い。長くて寒くてしんどいやつ多いよな。寒かった。あれ昨日でね。まだ言われへんなんであれ。楽しみ。言えないですね。寒かったで俺んとこのパート。いや、でも俺らもあれの中ずっといましたからね。そうですよ。あ、本当。あれ朝からな、ずっと。朝一で。朝5時集合ですよ。朝5時集合で。よかった。でも、師匠も寒そうでしたね、あそこの寒かった、あれ。寒い、外ですか外で、言うたら、雪山やったよな、あれな。雪山でした。雪残ってた。残雪。残雪ありましたね。
あれは怖かったわ。でその後結構いろいろあって帰ってきたらもう8時9時とかでしたよね、朝5時で。そう、あ、せやせや、夜の8時9時ですか。やっと遅かったよ。そうでしたっけ。うん、だってあれ夜の8時ぐらいに終わって、うん、そこから2時間ぐらい移動やから。そうや、10時ぐらいやん帰ってきた。高速時間やばい。そうそうそう。ほんで嫁はんに風呂沸かしとってくれ、もう44度いけっつって結構暑いよ、40度になるじゃん。入ったけど何の感覚もあれへんた、体冷えすぎてほんま寒かったですから。そう、動くやん、ずっとグーッ冷凍手羽、手羽先みたいな。面白かったらやめてください、そのラジオでめっちゃもろいの3回ぐらい。いや辛いの多いよね、そういうのがね、年末年始どんどんオンエアされていくと、うん、そうね、楽しみですね、いうことですよね、うん、はいはい、そういう、まあ、駆け上がろうぜ芸能界な、かかりましょう本当に、はい、芸人はこうですけどアイドルはどうですか。ほんまや、年末え、なんか番組とかありそう、ゆいちゃん。あ、まあそうですね、歌番組でも、あ、AKB48 劇場でいつも元旦公演と年越し公演とかある。はい、元旦公演はあります、やっぱそうなるんやな。そう、当日、元旦年越し。そう、 AKB 劇場ってことキャパ何人ぐらいだっけ。70人ぐらい。少ない、70、待って待って、秋葉原のとこやんな。あ、嘘、200全然違うな。びっくりした。えぐない、何年ぐらい。200でもでも瞬殺で植えるんじゃない。そうですね、200個はさすがに瞬殺ですよ。いやでも今は分からんで、そら、どっちですか。ちょっと何やってるんですか。武道館でライブやったんですよ。いやその武道館っていうでかいところでやったから、客が一旦ちょっと休もうかっていうタイミングがあるから。まあ、そう、毎日ね公演やってるんですよ。そうやろ、そうそう、あ、そかそかそか、毎日200が売れへんの。いや200厳しいんじゃ、結構厳しいやろ。いやそんなことないです、大丈夫。手下で手売り、手売りしない、さすがに買うで、買う、そろそろ俺もね、手売り、行く買います、最初あれやったら埋まってなかったな、初箇所もするぐらいだろ、俺全然行って買います、3万ぐらい買います。大丈夫です、劇場は。あ、本当に、あの18周年この間迎えたんですよ。わー、すごい。そう、 AKB ができても18周年。そうなんです。で、 AKB 劇場来たことありませんよね、皆さん。ないです。なんか俺はあります。ある。俺なんか MC したことありますね。なんで、なんか AKB が昔、なんかね、株とタイアップして、株昔なんか AKB となんか株価みたいな、AKB のキャラクターを株価と連動させるみたいな、なんかそんなあったんですよ。でそのイベントの僕 MC やってました。昔ってどのぐらい昔ですか。4、5年前。あれ、ゆいましたよ。いました、そういうの。なんかそのいろいろやってました、そこで、AKB 劇場とか。そうなんですね、秋葉原ですよね、はいはい、あそこですよね、あそこでやってましたよ。柱が2本あるんですよ。そう劇場内に、はい、でその柱に1年目からこうテープを貼ってるんです。うん、ずっと何のテープ、身長、普通のテープ。おばあちゃん、違う柱に1周年2周年3周年って、はいはい、でその貴重なテープを貼ったんです、私も。あ、18年目のっていう、あ、そういうのあるんだ、恒例行事みたいな、ね、そう、それでも反応ってやっぱこう誰かメインの人しか貼られへんとかな。まあそう、数がないんで。それ誰が貼ったの、そのゆいちゃんの時は。私の時はあの私と向井智美音さんという総監督と柏木由紀さんと小田ひとみちゃん、そう、柏木由紀さんとね、そう、卒業しちゃう。柏は元気したんの。元気ですよ、元気ですけど。柏って初めて何て言うの。あれ、ゆきりん、あ、ゆきりんか、ゆきりんさんですよ。初めて、そっちの柏なんて。そうなんです。でもうすぐ20周年。ちょっと一回行ってみたいですよね、 AKB の劇場の、その総本山やん、その大きさ関係なくそっから始まってるわけやん。あ、秋葉原の行ってみたいでしょ。そうです、ね、え、私が卒業公演するとき来てくださって。寂しいこと言うな、お前。寂しい、ざけんな、お前。なんでそんなこと言うの。一生 AKB でいてくれ。そうですけど、今ファン悲しんでんで。そうです。嘘でも空想でもそんなの指導しない、誰も。いや、でもだってなかなか来てくれないじゃないですか、ここまでいっぱいやってさ。クッキーさんなんてずっと一緒にやってたのに。まだ来れてないじゃないですか、忙しくて。いやそうです。誘って、もっとあのしょっちゅう誘ってくらいな。まあなんかないと LINE しちゃえへんのな。でも、卒業ってなると来てくれますよね、きっと。そりゃ行くよ。もう見れないってなるとね。
うん、花とか出した方がええんかな。そりゃそうですよね。そうね、うん。でもなんかめちゃめちゃ花並ぶから埋もれそうじゃない。そんなことない。そんなことないです。めっちゃ目立つやつ。はい、あのパチンコの真相みたいな。壁にかけて戦いが出るみたいな。薄っぺらいですよね。薄っぺらいやつ。まあそれでもいいですよ。それでもいいですか。それでも。でもやっぱりさ、せっかくやからあっぱれ顔ででっかくね、みんなでね、出し合ってね、ドーンって。あっぱれ顔でね、あれやけどね。そう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 。みんなで出し合ってやった方がいいですよ。でも、卒業がそう、数年後とかじゃないでしょ、もっと先でしょ。え、は、はい。え、もう考えたりしてる？その何年後とか決めてないけど、なんとなく5年後ぐらいにはもうある程度年も、早い。どれぐらい、どれぐらいの年で。でも私、来年、2024年の4月で、10年目になるんですよ。ああ、きり、アイドルの10年は本当に節目。まあまあまあそうですね。でもそれそんなん会ね、やめちゃったらね、うん、ゆきりんの会卒業がかすまへん、はいはい、そういうこと。そんなすぐ卒業しないでもそんな AKB にいる時が一番なんかこう、はいはい、なんか仕事あるとかじゃないんですか。ああ、まあ確かにグループの仕事はずっとあるなっていう。でもやっぱり次のステップとか考えるんじゃないですか、まあ、やっぱりステップ、うん、AKB 抜けてもやっぱちゃんと仕事ある人って、うん、指原さんとか、うん、ちゃんとね売れてる人いるから、うんはいはい、その大半がねやっぱこう切り替わりますけど。そう、ちゃんと卒業後も考えて、うん、活動しないといけないなって、ね、めちゃめちゃ大事よ、お前マジで。そうそう、うん、確かに。え、そうなんです。今行けてるから行けるっしょみたいな感覚絶対あかんで、マジで。そう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 。今必死なりや。いや、はい。マジで必死なりよ。いや、ほんまにね、ほんま、うん、めちゃめちゃ厳しい世界からな。いや、そうなんですよね。うん、そうですよね。うん、ゆうちゃんは大丈夫やと思うけど。いやいや、そん大丈夫じゃないんですけど。でもその何を軸なんですか。その卒業した時に、うん、何歌を歌いたい歌い手なのか、もしくはその演じて女優、うんうんうん、まあ俳優ね、はい、俳優なのか、うん、でもバラエティー、バラエティタレント、バラエティタレント、もしくはなんか、うんうん、アパレル系もあるじゃないですか、こうデザイナーって。それってどっちなん、その辺さ。いや、その華々しくさ、うん、アイマンチューって踊ってたな、はい、でやめた言うて、はい、急になんかミシン叩き出すけど、いやでもそれ趣味、実はこっちに興味があってっていう、それはいいよ、あ、それはな、それはな、もちろんいるの、そんな人。いや、やりますよ。小地春さんすごくないですか。すごいんですよ。あ、そ、小地春さんの、そう、プロデュースで、ブランド局長として、経営者として、社長として、表には出てへんの。あ、たまに出てますか。その、なんかこう、あ、でも辞めはってからも思って出てはったやん。うん、はいはい、はい、で、そっから多分、また新しいことを面白い見つけて、そアパレルの社長さんになってるとかやったやけどさ。まだ21なんで、年的には。その若いうちに、いっぱい、なんか大変なこととかもやりたいんですよ。刺激じゃないですけど、はい、自分が苦労することにあえて飛び込んで頑張りたいなっていうところはあるんですよね。ああ、偉い。頑張んな。じゃあ卒業しないってことね。だろう、うん、まだ、うん、まだね、全然いいよ。21ですよ。はいはい。恐ろしいですよ。40ぐらいまでいってくださいよ。そう、過去最長までやったら。確かに。もう口の周り縦のシワ入ったばあさんぐらいになっても。そうなると60ですね。60オーバーですよね。40年ですよ。40年。だいぶりですよ。生きるやろ。だって、ゆきりんは今、5年で。32歳。すごいことですよ、それも。それもレジェンドやね。そうですね。でももうすぐ辞めはんやったっけ。あ、もうそうです。ああ、そうやな。卒業。でもそれが最長でしょ、おそらく。はい。ね。そうです。それはなかなか金字塔ですよ。いや、すごいな。それを破るか。うん、もしくは新たなロードを、オグリロードを進むかやな。オグリロード進むかですよね。これちょっと楽しみになった。無敵から行ったら、無敵からデビューしたよ、ほんまに。無敵デビュー。無敵デビュー。うん、めちゃめちゃいいと思う。無敵な。うん、速攻金稼げるで。無敵って何？無敵？はい、まあ、わからんまま行きましょうか。はい、ということでございます。無敵ですよ。では、一曲聴いていただきましょう。若ち、歌の紹介お願いします。はい。それでは聴いてください。勇気で7センチ。若い勇気です。MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。さあ、ここからはこの2人にも参加してもらいたいと思います。はい、令和ロマンの高平くんまです。松井けむりです。お願いします。お願いします。
つもはですね、各週で一人ずつでございますけれども、はい、今回は、12月24日に行われます M1 グランプリファイナリスト進出ということで、うん、2人揃っての参加となります。ありがとうござい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 ます。真面目で。真面目でた。真面目でた。すぐ略していただいて。ね、この放送が19日、今日が19日で、はい、週末に決勝ということでございますけれども、はい、これまでのことが今の気持ちを聞かせてもらえたらなということでございますけども、ね。嬉しいですよ。ファイナリストなんてもう唐揚げグランプリ以来ですからね。唐揚げグランプリ進出したことないです僕ら。唐揚げグランプリのファイナリストになったことないです。あ、ないの？唐揚げじゃないんで僕たち。天一ですら金賞取ってたよ。天一。全く専門ではなくても取れる。唐揚げグランプリ。唐揚げグランプリ。ありましたね。醤油味部門で取ってましたけど。いいんですよそんなのは。やべえこと言ってんだよ。そんなことないよ。唐揚げ業界嫌われるぞ。そんなことないですけどね。いやファイナリストになると嬉しいですよめちゃくちゃ。はい、どう準決勝の時はこう結構ねあれもう手応えありみたいな感じですか？あでもまあそんなカズレーザーさんみたいな時間なかったですけど手応えありって言ったけど普通でしたマジで。マジ普通でしたね。普通でした、なんか分からなかったです。なんかあんま受けたりとかしなかったんで、そうですね。なんか受けたでしょ。いやなんか普通ぐらいでした。なんかいやスカスなよな。いやマジであれだったんですね。今年なんか お笑いが流行りすぎて、なんか全組なんかネタバレしてましたマジで準決勝の時。ああそうだよ。本当そうでしたね。全組ほわっとしてた。そう結構横一線の感じで。ネタやみたいな感じで。配信とかで見れるから順々のネタ結構見れるんですよ。そうなんですよ。あの今もなんか配信チケット買ったら見れるんで。チケットでね。チケットで見れるし。でもマネージャーが見に行ってたのよ。あ、そうなんですか。めちゃくちゃ受けてたっつってもう最初から最後まで。え、本当ですか。それはもうとても幸せな方が見てると思います。いや、ありがとう。もっと受ける時もっと受ける時は準決勝って嬉しいですけどね。でもあのニューピアホールやんな。はい、そうです。ニューピアホールで確かにちょっとこうファッと受けにくいんですよ。あ、そうなんや。そうなんですよ。魔境と言われています。でもそこでやっぱり受けてるってことは相当すごいですよ。そんな魔境でなんでやらされるの。いや、魔境。不思議なんですけどね。近いからです。本当に近いですから。なぜか浜松町の本当に海沿いの本当ラスボスがこれ以上先行ったらセーブできませんよみたいなところなんですよ。ドンツキ、ドンツキです。本当に本当に行き止まりなんですよ。とんでもなく寒い。なんであそこだよ。本当に ABC 近いかららしいですから。まだいい場所、まあ1000人ぐらい入るんで。めちゃくちゃ多い。だって確か株主総会とかするとか言うな。らしいです。普段はね。いやだからいろんな企業。そこで僕はじゃだから推測してるのは株主総会するってことは株主がその文句言うわけじゃないですか、企業に。その声が響かないようになってるから重たいんじゃないかっていう。消してんねや。消音効果。消音効果があるとしか思えないときは。笑い声。劇場の逆なんです。ふざけんなよって声をふわーって消すように。逆で言うたらさ、お前らの声も一番後ろ聞こえてへんの。可能性ありますよ。ありえますよ、本当に。それ相当効果高くて。そうっすよ。企業側に聞こえないようになってんだから。びっくりな。いや、そうっすけど、でもまあ、なんとかいけたんでよかったです。おめでとう。でももうさっき楽屋でなんかこういろいろ話し合ってるんですよ。でもすごいやっぱりこう今の M1 の選手というか、あのどうやったらどの順番やったらこのネタでみたいなこと考えてるんですよ。いや俺ら滑ったら痛いらしいでしょ普通に。あんま滑るの似合うタイプじゃないんで。似合わないじゃないですか。その多分なんかむちゃ滑りしてなんかうわみたいな再開でしたみたいなの全然多分盛り上がらない俺らが。そんなそれをさ、そのそういう人たちもさ、そうしたいわけじゃないけどさ、そうなったからそういう風にしただけであってさ、別にそういうのをわざとしてるわけじゃないよ。お前らベベやったらもうめっちめちにじったで。それはありがたい。ここはありがたいです。確かに。ゲタとかいらっしゃったらいじってくれる。逆に下唇切れるぐらいまでいじったら。どういうこと？ほんまに悔しいやつ。本当に美味しくもなってもほんまに。シンクタシンクタいじって。嫌でしょ。下唇俺ら摩耗したくない。そういうやつ。マジでこのやつしたくねえっすよ。クッキーさんあれほんまに俺らのこと思ってんのかな。どっちあれ気持ちにかかってる。本当にいじめたいだけか。美味しくもなってないぞ。なってくるよ。俺をやろうとしてたって思いたくねえのよとりあえず。どうですか。いやでもそれすごいファイナリストってだけでほんますげえからな。ね、本当そうですよ。今は確かに。もうネタ日本やろあれ。日本です。決めてんの何するか。マジどうしようと思って。滑りたくなさすぎて。いやなんかさやかなとこれた滑るわなみたいな。そういうこと。もう出順もわかんないんで。しかもみんなのネタも大体わかるから。もう知ってるんで。予測できるわけや。そ
そうですね、同じネタとか被ったら、まあ、それも周りにも迷惑かかりますし、やっぱトップバッターだったらこれやってもうもうもうやけくそでトップバッター引いちゃったら、うんうんうん、くじ引きなんでギリギリまで分かんないんですよ。ネガワークボスね。どこがやネガワークボ、ネガワークボどこ。そう、ネガワークボ10万でも。ネガワークボスか。勝ちやすいところとかね。まあその6か7。リアルにその辺はやりやすい。誰の後、誰の後理想。理想は、なんかあの、敗者復活から上がってきてもらって、誰か分かんないですけど、なんか勢いはつくけど、そこまで点数は出ないのは、リアルだな、意地悪いな、割とフラットな状態で、ね、フラット640ぐらいの後点数で寿司でところ一回生姜挟みよ、そうですか、割り挟み、そこでやれるとやりやすいですけどね、まあそうはねうまくいかないので、もちろんそうですね、そうっすよ、鳥も鳥で嫌やし、鳥はなかなか難しいですね、最近ずっと鳥とかあんまり良くないです、ウエストランドさんがね、去年鳥で、ああそうか、行きました、それはもう行っちゃうみたいな、それはもう行きたいですけどね、そうですよね、でもまあここで言ったら師匠がもうチャンピオンですから、そうですよ、まあ、アドビス、アドビスいいですか、アドビスアドバイスの服装、アドビスはね、決勝の時に、でも M1 はどうか分からんけど、あのまあ、キングオブコントとか R1 とか、はい、なんかね、あの2回3回出ちゃうとなかなか優勝できなくなっちゃうね、うん、あ、確かに、だから今が一番チャンスだと思うのよ、そうか、うん、新鮮なね、そう、一発目で2個強いやつやったら優勝できる可能性結構大きいよ、はい、はい、他の2回3回出てるようなやつ以外、どのぐらいなの、どのぐらいなのバランス的に、でもね、5-5なんですよね、5-5、初登場は5人、僕見るんですよ、なるほどね、だからね結構新鮮味あるんですよ、結構多いっすね、一番若いんちゃうん、そうですね、若いですもん、なるほど、なんか結構あのいいかもしんないね、もしかしたらね、あれはどうなんですか、日本ネタありますやん、はい、でよう受けるやろなっつの方と、うん、こっちは受けるけど、うん、ってなったらどっち先やりました、絶対受ける方を先やる方、まあそうですか、残したらダメ、ファイナルに、うん、あの いけないと絶対意味ないですよ、うん、はい、やっぱそうなんだ、まあそうですね、でもそこはあれだ、やっぱね、結構俺は一番その一発目にいいのやったけど、はいはいはい、なかなかそのなんだっけ、マジカルラブリーは結構迷ったんだよな、そうですね、直前に決めたとこまでな、なるほど、で周りが、うん、あそうでもねえなと思ったら弱いやつやってもええかもしれんな、うん、もしかしたら なそれでもいけるってのがあったら、それでフレンチよね、ラブリーで、はいはいはい、はい、師匠がいい方先にやったんですか、俺はいい方先に、どっちもええ方やった、あええやええこと言うね、嬉しいね、確かに今度どういうことですか、これは二人で気持ちよくなんないと音声で欲しいです、音声で言葉で欲しいです、このパチンって音と風で聞き分からんかと思うんですけど、お二人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 、いやアドビースの時間、お二人にアドビースを、二人の絆再確認タイム、何今の先輩で気持ちよくなる時間ない、これ今週じゃなくていけますか、いつでもできる、最高の時間、最高の時間、毎週あるから、毎週あるでもそうっすね、先にじゃあ受けるやつ ね、まあ、そうっすね、やってみたいな、最終決戦いけるように、そう、とりあえずなんか掴んじゃう方がいいね、なるほど、なるほど、うん、あの空気を、はいはいはい、うん、令和ロマンのこう空気にこう掴んだら絶対 2回目見たくなるような空気になったら行きそうやもん、はいはいはい、ありますよね、2回目見たくなりましたみたいなコメントね、 ありますよね、あんまちょっと難しいですよね、あんま同じ気持ちになったことあんまなくないですか、もう一本見てみたいなって思った、でもミルクボーイさんありますよ、でもさ、ミルクボーイさんは確かにフォーマットがあるとそうか、そう、もう一本結構負けた人に言うやつ、おいでやす小川とか見たかった、あ、確かにでしたね、確かにフォーマットがある感じですね、じゃあヒカルも見たかったもんな、なんでやねん、エアロ見たいんだから優勝してるし、どうでもいいですよ、分かんねえんだ、だからエアロ1個で、もういいですよ、何でやろ、言っちゃうよ、あんな仲良かったのに、第1回目チャンピオンだよ、もそうですよ、レジェンドどうでもいいですよ、どうでもいいですよ、どうでもいいですよ、かわいい、かわいいですよ、めちゃめちゃ美人やん、秀逸なんですよ、マジで言うてんの、マジで言うてんの、何でやねん、変な揉め方しないでください、大体さん素晴らしいですよ、 R1 にそんな論争ないんですよ、かわいいかかわいくないか論争聞いたことないです、ないっす、ないです、ヒカルさんね、でもどうなんですか、一番気になってる要注意だと思うコンビはっていう質問もあります、怖いな的な、まあでもフォルムでやっぱ煙に一番近いのはやっぱともしげさんだと思う、あーまあそうだ、確かにともしげさんが推しなんですか、ともしげ推しなんです、ともしげ推し、ともしげ推しなんですか、私、ともしげ推しなんです、実は、
そんな感じあるの？ろくな人間じゃないですか。ともしげだけは。ともしげ好き。これまだ伝わってないよな、世の中に。そう、確かに。全然可愛くないです。全然可愛い。本当に可愛くないです。めっちゃ素晴らしい人間やし。そう。大変されてるんだけど。ミヤゾンみたいな美しい天然じゃないんですよ。ともしげはほんま汁しよくにまみれた天然。めっちゃ女好きやしね。こんな全員に認められることある。可愛いですよ。俺なんか目の前でこの前なんか南川さんってなんでテレビ出れてんすかって暴言吐かれたりとかそれされてるんで、だから俺もあの嫌いなんですよ。ナダルさんタイプの方ですよね。どっちかっていうとともしげさん、それが面白いというか、なお立ち悪い空気弱いね。そう、悪気なくそれ言っちゃう。そうですね。でもともしげだけは許せないっていうか、絶対負けないです。とりあえずともしげさんだけ絶対倒します。頑張って頑張ってください。柴さんは置いといて、まあ柴ちゃんはいいですよ。分からんのよね今回本当に。でもマユリカ、ダンビラ総長、ヤーレンズ、クラゲ、レイワロマンが初ですか。はい、初です。クラゲ知らへんな。知らんのよ。クラゲもなんか評判高いっすよ。そうですよ。クラゲのねこの右側の渡辺さんっていう方は、あの未だにあのお塩をつまみにお酒を飲んでいます。渋いな。激渋、激渋。渋いとかじゃなくてとんでもなく金がないんです。金がないです。あ、そうなんです。事務所どこの方？吉本。吉本。はい。オズワルドさんとかコットンの代です。そう、同期やね。オズワルドコットンの代ですね。その代。12年目ぐらいの。いい代。そう考えたらダントツレイワロマン後輩やな。そうです。現役出たらそうですね。そうですね。一応僕だけギリ20代なんで。そうなんですよ。20代か。ギリギリ29なんで。そうですね。もうでも競技ね良くないですけどね、逆にね。もう別に。そうね。舐められるからな。20代で出てるのハライチ以来じゃん。いや、下森さんとか、たぶんからしれんこんさんとかもそうでしたし、さやかさんも最初そうかな。緊張してきた。そうですよ。でもさやかなんてだってこの前2位でしたから、そうですよね。やっぱり一番ここで、世間的には一番多分、世間的にはね、期待はされやってるけど、でもなんか前回2位やった人、次優勝ってあんま、少ない気ね。最近はないですね。なんかね、ちょっと空いちゃうっていう。昔の M1 はね、ありましたけど。上にヤーレンズがまくってくることも余裕であるからね。いや、ありますよ。ちょっと本当応援を。皆さんお願いします。個人的には真空ジェシカかな。あら、やろ。え、好きなんすか？なんで？あれ？なんで？いや、なんで？個人的に。ちょっと待って、冗談で言うたら何をピリピリ。ふわっとした冗談。言わなくてよくない？なんかクッキーさんの真空ジェシカ、無駄になんか真空って。全然好きでもおかしくない。あんなみたいな空気出るんだよ。やめてください。ネットニュースありますよ、そこだけで。いや、もうはっきり令和ロマンだったらはっきり言いますよ。火曜のメンバーみんなね。そりゃそうよ。え、濁りなき令和ロマンですか？濁りなき令和ロマン。いいですよ。師匠もいいですよ。俺は令和ロマンを押しますよ。そうですよ。そんな嬉しくないです、なんかこんな言われても。濁りなき。濁りなき令和ロマン。濁りなき令和ロマン。頑張りますね。頑張りますね。確かに。ほんま頑張って。はい。ありがとうございます。本当に楽しみ。令和もし、優勝したら優勝の子あるやん、しゃべったり。はい、ありますね。誰々に憧れてやってきましたとか言うやん。はいはいはい。出せよ。え、出せよ。あっぱれ可能おかげで優勝しました。あっぱれ可能おかげで優勝しました。あっぱれか。嘘すぎて冷めるでしょ。せめてクッキーさんにお世話になってましたね。ここで漫才を磨いてるわけじゃなさすぎる。急にあっぱれかって言ってもなんて言ったの、何の言葉か分かんないです。あっぱれか。あっぱれか見て知ってるやろ。あっぱれ火曜日とかまだ、あっぱれやってます火曜日ならまだ分かるんですよ。あっぱれかって言われても分かんない。あんまりいじんなよ豚こら。お前ね、うじり倒してんだよ。あっぱれか一番大事にしてるラジオの。笑いながら言ってるじゃないですか。笑いながら最後笑いもう言えなくたって。とりあえずね、ツイートとかにはハッシュタグつけますから。これどうします？はい、賞金はもし優勝した時の賞金の使い道絶対聞かれるじゃない、そういう質問。確かに。これね、面倒くさいかもしれませんけれども、一応考えとこう。そうっすよね。リアルを教えて、まずリアル教えてボケ出すのリアル。え、まずリアルに言うと、これ決まったコンビに決まったんですけど、まず一旦僕が総取りします。とりあえず。1000万は僕がもらって、あの副賞を全部あげる。はい、僕が副賞を全部もらいました。まず全部もらいます。副賞はどのくらい？なんか毎年違うんですけど、なんかお肉1年分とか。いっぱいもらえるんで、全部あげます。なんで
はい、いやそれはもうなんか全部いただけるってなったんです、うんはい、今年はもう、うん、もし優勝したら僕が全部もらうっていう、まあ、約束してたんで、まあ、1000万くれんならめちゃくちゃ頑張るっていうめちゃくちゃ頑張りますくれなかったら頑張んないっていうんでそうそうそうお前やばいやん頑張りますよお前激やばいやん僕が頑張ったらだって1000万くれないですよ何も頑張っていやお前もだってお前の未来もなくなるよ俺の未来はもう自爆してますよ何なんだよこいつ俺は1000万手に入れてありますよ聞いたことない1000万の権利をそういう経済許されんねんな許されますまあまあ許されんじゃないですか確かにまだその後ねだからまあ分配して、まあまあまあ、もう俺にもらいますけど一旦、まあ、もらって、はいはい、マジどうした方がいいですか本当にそのどう何に使った方がいいですかねマジで、で本当に師匠って何に使ったんですか1000万、いや俺は別にそんな使ってんのよあの家買ったかなあ家買ったんですか、ね、家買ったまあその頭金というかそう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 リアルに言うとリアルにね家でも別に家買うわけじゃないもんな、まあ、でも 劇場とか作れないですかね劇場とか作れないじゃん劇場なんですか1000万ぐらい無理かな奥でしょ足らんなちっちゃいところにしてなんか1000万だと何の金なんですかね1000万ってマジであれはあの本社のさ、はい、1階の方の吉本本社の1階の芝の方にさ、はい、便所あるんだけどウォシュレット1個潰れてんねん、はい、あれ直しぐらいな潰れてますね俺のトイレが潰れてる、確かにでも俺の名前のトイレがずっとあるの嬉しいね嬉しいっすね TOTO の横に下に刻んでもて刻んで通そうかな一生残るで1000万もかかんないです節電節電で常にあの冬のあのあれ温水のあれ便座切ってるじゃないですかいつも冷たいんですよ吉本のトイレの便座あれもう俺が電気代全おごりします万万の万万万万全部もう全部なしですこの夜熱い熱いぞ熱ったやつねあれねウォシュレットも常に水量最大それでもええなマジで今適当に言うだけどなんか、はい先輩とかも座るのだええな。いやそうそう。まあ、確かに。ダウンタウンさんとか座るか。ああ、じゃあ確かに確かに。俺吉本の電気代おごりますわ。1000万。電気代全部送りしようか。電気代。電気代おごるから仕事くれよ。電気代で消えんねや。LGK とか。LGK の電気代。すごい額いってると思う。電気代。とんでもない額いってるけど。マジで1000万ぐらいいくんじゃないですか。一瞬でマジでなんでってなるよ。それはもう会社のために。会社のおかげですから。その代わりお仕事くださいよと。その代わり劇場でまあもっと、うんうん、そうくださいよっていうかでもくれるだろうさチャンピオンになって余裕でもう契約しようかな確かにねそれでもいいのかなその1年間 NGK の舞台を、はい、あの出る権利買い取るとかさああもう毎日毎日はしんどいやん逆にそうですね、はいはいはい、毎週出番を1年間もらうとか、はいはいはい、でも優勝したら自動的に振り分けられるんじゃないですかでも若手はねあれ1日とかだけやねそうっすね、うん、今も週出番で昔1週間丸もらえてん師匠とか師匠は今もそうですよね、うん、多分ねそれでもアホみたいにバコンバコン稼いとったからね生まれてたもんねそうですねバコンバコンかだって1日3回出番やろそうですねそれをね、うん、1週間やるから、はいはいはい、でもそんなの優勝したらもうテレビ引っ張りだこやでそうかそうです、まあ、逆にめちゃめちゃ損するないやもう全然いやもう劇場の外に出ないありっすよ毎日 LGK 出るっていうの面白いっすね、まあ、最強なんじゃないですか1年間確かにマジで劇場出まくる相当面白いチャンス1日10スって約束してもらおうかって360日3650本漫才やった後の自分ちょっとどうなるか見てみたい満劇とかもグルグルしてねめっちゃおもろくないそうすごくなってると思う優勝したら続くかそれいや行きてえなそれでだから来年も出たいと思ってんすよもし優勝したとしても、うん、それはなすごいそうなったら相当よね確かに漫才神よる漫才神になるっていう挑戦漫神や漫神漫神チャレンジはちょっとまあいいですねうん、ありかなそれはありそうめちゃめちゃやん広がりいただいてっていうこれ広がります、ね、煙はもう金もらわれへんから何もできへんから、はい、僕はあの副賞のお肉をたくさん食べることですくれよちょっとくれよ俺にも料理美味しいここで何でですかちょっとくれよダメですよ車からお金をもらってくださいよ子供が見せて腹すかしてるんだよ僕から肉を奪うんですか車から金奪ってください絶対に違うお前から肉を奪ってちょっとしかないんだからここで焼いてみんなで配ってくださいバーベキューやかんないです MBS の屋上でバーベキューしろよ一人で楽しそうだ食べてくださいって言えよ楽しそうですけどいくらでも肉じゃないんですよ、はい、そうですかこれどうだよでもゆいちゃんこれ優勝したらこれね、はい、もうちょっとこれすごいですよ ね, ねでも私のそのまあ私たちの身内ですけど、はい、その衣装さんとかも、うん、レバロマンさんとラジオやってるんだよねすごいねめっちゃ言われるんですよ、すごいやんか衣装さんも多いんですけど、うんはい、だから本当 に大人気なんだなって改めてすごい思いますそんな衣装さん人気がありました
ゆいちゃんのところには届いてないけど。違う、そう、多め、あの、はい、そうですね、周りの方もみんなっていう、メイクさんとかも芸人さん大好きなんですけど、柏木さんとか、あ、柏木さんとかね、はいはいはい、そう、周りから言われてて、私もじゃあもう芸人さんの今のこの M1 はもう第一推しです。第一推し、あ、だから第一推し、はい、一推しの台がついたやつ、第一推し、知らんことも、でも若ちは誰が優勝すると思いますか、うん、え、いやでもなんか、うん、いや私、ともしげさんもいますからね。ともしげさんのみで優勝するわけないよ。人並みにお笑い好きだと思って生きてきたんですけど、でもなんかちゃんとこうラジオで共演させていただいた方が M1 の決勝に行くみたいな、なんか、いや、もちろん初めてだから、今までで一番なんかワクワクしてて、まあドキドキしますよね。なんかめっちゃ興奮してて、身近な人が、いや、そうなんですよ。なんでね、ちょっと迷いますね、モグライダー。なんでそんな歯切れ悪いんですよ。そんなに強いんだ、ともしげさんへの愛。ともしげは中野の風俗全部できんですからね。何それ、ね、初めて今日知った。なんでか、なんでか、すごい初めて知った。なんでか分かんないのが怖いんですよ。よく言ってます、僕は。なんでなんでか分かんない。ありえない、そんな中野ね。そこが悪いんです。そこが悪いんですよ。先ちょっとだけ、先ちょっとだけ言って。そんなことないです。そうだけど、そうだけどじゃないの。全然ございます。もちろん応援してます。ね、応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。ですけれども、ちょっとあのお便りに、うん、あの行く前にちょっと私、うん、車の方から何ちょっと皆さんに素敵なイベントを持ってまいりました。去年覚えてますか。去年もやったこちらでございます。ちょっと覚えてないですね。12月24日 M1 もありますけれども、うん、第68回有馬記念もございますよという、忙しいな。あ、24日でしたっけ。同じ日にやることいっぱいあるやろ。そんなやってまらない。いやいやいや、そん M1 より有馬記念さすがにまずい。しくは有馬記念でございます。まずいよそれ。去年あの馬券買ったの覚えてます。覚えてます、そうだったんだ。あのイクイノックス乗りましたよね、はい、あ、そうだ、うん、でイクイノックスは本当もうレジェンドとなり、あ、ね、まあ、引退していきましたから、イクイノックス、もう今回はいないんですよ。なるほど。今年も出るかと言われましたけど、イクイノックスが、前当てて、はい、あの何がで、ゴールドステッカー、ゴールドステッカーができたんですよ。あ、そうだ。要は1万円みんなで買って軍資金いただいたやつで買って、だ2万ぐらいになったのかな。すごいですよね。ゴールドステッカーをあの、そういうことだったんだ。ことですよ、あれは本当に。まだハケ切ってないから、ゴールドステッカー。ゴールドステッカー。すりすぎたんですよ。山々に。でも、的中したのすごい。1枚あたりが大きいし。山ほど。山ほど。だから、一ちゃんはんのはずいやん。あれ、誰も貼ってない。書いてあるやつ。車で見たことないでしょ。みんな、みんな、MacBook とかにみんな貼ってますよ。貼ってない。スタバとか、スタバとかでみんな貼ってます。オードリーさんのやつ見たことない、俺。東京ドームのやつ。よく見るな、東京ドームのやつ。よく見ますね。あれ、ゴールドステッカー誰もやる。ゴールドステッカーになりますから、そのうち。はい、でも今回も、だからリスナーに還元する企画をなんかやりたいということでございまして、今のところ皆さんの手元にこの、出馬表みたいなのあるんですけども、はいはい、ちょっとこう収録日、この時点では、まだ出走馬と枠順決まってないんですよ。あ、はいはいはい、要するに今これ、20頭ぐらい書いてる表があるんですけど、これ順当に行くと上から、1位から16番まで馬が出るんですけど、うんうん、そこから出走自体とかあるので、まあ、最大16頭生まれてるので、うんうん、どんどん抜けてって後ろの子が出るとかも、あ、予備やの番組、そうそうそう、予備とかの感じなんで、まあこう、うん、馬の名前だと、あのもしかしたらこうキャンセルというか出走取り消しが出ないかもしれない、そう、出ないかもしれないので、うん、こう番号でちょっと今回は、うん、あ、なるほど、やってたらいいんじゃないのっていう感じですね。16番までの中で、そうです、うん、好きな数字だったりとか、うん、思い出のあるやつとか、いや、それはちょっとあやかってさ、はい、お前らのその例えば誕生日を全部足して、一番、あ、なるほど、確かに、はいはいはい、誕生日ね、我々のエントリーナンバーとかもありますけど、あら、ああ、何番だっけ俺たちって、1955なんですよ、1955、なるほど、1955ね、ちょっと数字でかすぎちゃうな。足したら20になっちゃいました。20は1足す9足す5足す5、1と9どこでいいじゃないですか。あ、195ね、確かに三連単とかでいきますか。三連単渋いね、うん、どの馬さんになるか、うんうん、は分からないので、うん、195の三連単、なるほど、三連単いきますか。すごいよこれは、来たらすごいっす。それ、まあ、でも19と15の馬単でそのフォーメーションで2個ずらすっていうのも、うん、リアルな買い方するんだよ。あんまこういうので分けたりする散らしたり。195でね、それでまあ3年195と159で1頭のどうします、フォーメーションにします、それとも1ずらして1を2着固定にして、詳しい、すごい、1点返しろ、それでいいんじゃない、ね、
一点返しだ絶対。単一点でいいよ。単一点。絶対一点だって。なんか俺らが引いてることに気づいてくれる。宣伝団5等ボックスにしてみるって。いいね。リアルすぎんだよ。すごい。黒目ちいちゃなってからやめて。ガチの勝て方しなくていいから。ガチの勝て方しなくていいから。あ、違う。有馬記念はやっぱり絶対の。敗者復活で誰か上がってくるか分からない有馬記念は。その目で死ぬ間際が生き残ったやつするどっちか。どっちかしかない。じゃあ195行きますか。そうしましょうか。195ね。1万円じゃ。じゃあ欲しい件ね。はい。僕ら応援番ということで。はい。これ本当に当たったら結構な額になるので。もうね、10倍とかよりもっとつく。もちろんもちろん。全然100倍以上つく可能性全然高いので。マジどうすんのこれ。例えばチェーマン。チェーマンなんで。だってさ、100万になったらどうすんのこれ。いやもうゴールドステッカー3本。もうマジで。お前さ。2万円分で余ってんねんね。やばいっすよ、マジで。貸し倉庫借りなきゃいけないっすよね。貸し倉庫借りなきゃいけないっすよね。貸し倉庫借りなきゃいけないっすよね。嬉しくないよ。でっかい倉庫借りるんで。なんでやねん、もっとなんかさ、いいもん買おうや。でも視聴者にやっぱ還元したいんで。還元？そう、視聴者にだって還元するものがいいんですよ。聞いていただいてるリスナーに。確かに。そういうものがいいわけですよ。そんなに大当たりしたら、でも確かにステッカーとかよりももっといい、その、普通じゃなんかなかなかもらえない。T シャツ誰が着んねん。待って、おしゃれにしたら胸元にゴールドステッカーとか、ゴールド T シャツ。でも案外可愛いかもしれない。可愛くないよ。全員寝巻きにして終わりですよ。シュプリームみたいになるかもしれない。メックスロゴにしないよ。シュプリーム、シュプリーム、シュプリームじゃないです。シュプリームじゃないですよ。シュプリーム。木曜日の城島さんにマッサージチェア豪太郎や。城島さんいじりすぎ、城島さんいじりすぎです。それはもうあくまで火曜日のリスナーに向けたプレゼントなので、シュークリーム、シュークリームでもいいですよね。全員あんま食べ物にしないってことね。じゃあなんでお父さん賞味期限あるもんですか。ゴール瓶でね。でも確かに、でも T シャツはいいと思う。 T シャツがいいな。 まあ T シャツ、タオルとか。タオルにまた黒でまた印刷するのかこれ。いやいや、なんでゴールド、白のゴールドステッカーっていう、ゴールドタオルとか。いや、それ嫌やな。それはやっぱりちょっとクッキーさんにちょっと申し訳ないですけど、絵描いていただいて。あ、めちゃくちゃいいです。それめっちゃいい。そっちの方がいいじゃないですか。マジでマジでね。マジで欲しいです。え、かかるで。もちろんだから、その分だけ何もかかんねえ。そっから選ぼうです。そっから、何もかかんねえ。それどういう仕組みで入れるわけ。その俺個人にあれ、その会社通してお金の動きはいいじゃないですか。絵は買い取りさせてください。あ、絵買い取んの。買い取ります。原画買い取りやから、ほらかかるで。すごい顔してる。データちゃうねんな。あの原画の買い取りやな。それはめちゃめちゃかかるな。しゃべらんでいいじゃん。知らない。でもそこはあっぱれか割引というか、データやったらなんぼデータやったら。いや、で、いや、はっきり値段ちょっと言いたないです。気になりますよ。どないもその、もうどういう空気なのかもう嫌やから、そんな。決めるのなんぼやんけ。いや、いや、だから言いたないって。もうどない言われ、どない言われ。あなたじゃ直で、直で。何？直で、あなたの吉本を通さずに直で、原画。吉本のちゃんとしてくださいよ。直ですけど、それは悪いやつじゃないです。お願いしただけで、個人的に払ったやつですっていうことですね。で、なんぼか6000。安いっす。だってみんなのやっちゃろ。6000円。安い。みんなのやっちゃろ。じゃあそれはね、本当に分かりやすいじゃないか。時間をかけずに置いたら、この収録中に書いていただくという形でもいいじゃないですか。ああ、確かに。確かに。しゃべりながら、しゃべりながらね。ぎっくり腰になるんだ今の。嘘、間に書いてる。嘘だ。そういう形でタオルとか、まあそれも一つあるんですけど、そうですね。当たったらもう豪華な、それに当たった金額に応じて考えましょう。まあいいやつね。それでしたらいいでしょ。2章みたいに色んなってもいいけどね。ああ、なるほど。目覚まし時計とかね、つけたいですよ。目覚まし時計僕大好きなんですよ。時間かかんで作るボイス付きの目覚まし時計大好きなんですよ。時間の声残してくれる。目覚まし時間の声ってなんですか。吹き込んだやつ、吹き込んだやつね。おい後悔するぞっていうボイスだけ。だから後悔する、ちょっと怖い感じで煽る感じのね。煽る感じ。歯医者じゃないのとか、そのリアルなボイス。みんなの予定言わないよ俺別に。やってもらったらいいだと思います。キーホルダーとかもいいです。じゃあ195の数字で3連単。キーホルダー、キーホルダーもいいです。キーホルダー欲しい。いやもういいです。お前だけなんでキーホルダー欲しいんだよ。みんな変な言おうとしてる。なんでキーホルダー。加藤ちゃんの寝つけみたいな。欲しい。伊藤氏のみんな欲しい。肉食え、肉。もう肉いいんすよ。なんで肉欲しい。皆さんには肉を、皆さんには何かしらプレゼントということなので、決まりました。195の3連単買いたいと思いますので、
はい、ということで第68回有馬記念は12月24日日曜日お昼の3時40分発送で中山競馬場芝 2500m で行われます。皆さん結果をお楽しみにということでございます。ありがとうございます、はい、この番組ではメールを随時募集しております。何でもどしどし送ってください。普通のお便りと全てのコーナーに送っていただいた全てのメールの中から毎週抽選で5名の方に番組オリジナルゴールドステッカープレゼントいたします。ゴールドステッカーご希望の方は名前、住所、電話番号忘れずにご記入お願いいたします。宛先はやるかアットマーク mbs1179.com までお願いいたします。また番組ホームページのメールフォームからもお送りいただけますのでそちらもご利用ください。では一曲聴いていただきましょう。ゆいちゃんお願いします。はい、それでは聴いてください。 AKB48 でアイドルなんかじゃなかったら。 AKB48 小栗ゆいです。MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。もっと読み上げます。小栗ゆいのコーナー。はい、このコーナーは心に残る有名著名人が言った名言、そして映画ドラマ漫画やアニメや CM の名台詞、さらにはゆいちゃんに演じてほしいシチュエーションでの一言など女優としても活躍する小栗ゆいちゃんがその演技力で感情を込めて読み上げてもらうコーナーです。コーナーです。邪魔だな。いらない、愛の手みたいなやついらないですけど、仕事ないからじゃないです。まあ、いろんなね今回もメール届いてますので、はい、いろんなシチュエーションゆいちゃんに読み上げてもらいたいと思います。お願いします。じゃあ行きます。お願いします。はい、ラジオネーム究極のにじるさん、福岡県の方です。あっぱれの皆さんこんばんは。ゆいちゃんがいつか発言することになるかもしれないので練習のためにこのフレーズをお願いいたします。偉大な総監督高見菜のフレーズ。努力は必ず報われると人生をもって証明します。あ、いい、懐かしい、覚えてる、ね、ありましたよ、昔言ったんや。もうすごいっすよ。あ、すごい感動しました。あ、詳しいからね、詳しい、車で。どこで言ったの、うん、どのタイミングで。総選挙で、総選挙言ってますから。そう言った。え、結構有名というか、そうですよね、まあ、グループ内では。そいつ、そいつその時何やったの。そいつ、そいつ、知ってるでしょ。そいつ、そいつ、南さん自体は知ってるでしょ。これはみんなですよ。そいつじゃないですよ。あ、僕あんまちょっと知らんとかなかった。え、何位だったか覚えてます。え、何位だったかな。1位とかではない、とかじゃない、1位とかなった。でも10位内ですよね。そうそう、結構間違いない。そうですよね。そうです、そうです。神セブンですよね。神セブンです。あ、いわゆる神セブン、懐かしいですね。ドヤじゃないんですよ。情けないですよ、おじさんのそのギリギリくらいついてきてる。ワードだけ言ってなくて、クリフハンガーみたいに指で引っ掛けて。クリフハンガーもおじさんな。眉毛の眉毛のクリフハンガーの最初し、あ、そっちね。これ映画のクリフハンガー。俺も映画もな。そうですよね。雪山のやつな。雪山のやつ。最初のところ。そう、総選挙のね。これはちょっと僕らあんま分からない。どうですか。見てるのか分からへんね、これね。やっぱゆいちゃんが一番知ってるもんね、それね。確かに。これはあの似るとかちょっと難しいので、私なりに言っちゃいました。いや、見せてやってよ。あ、確かに確かに。結構ハキハキ言うタイプ。もっと鼻に、もっと鼻にかかってます。ゆいちゃんがいつか言うかもしれない。っていうことで来てるんで。その高見菜ってやつはどういうタイプ。高見菜ってやつは知ってる、さすがに。知らないんです。クロちゃんと仲いいやつ。そうそう、やつって言ってる。クロちゃんさんと仲いいね。あ、そっちさんなんだ。珍しい。いつデビューしたんだ。芸歴ぐちゃぐちゃなんだ。クロちゃんでしょ、絶対。ちょっといいですか、ちょっと本気の方で。本気。はい。はい。じゃあお願いします。はい。努力は必ず報われると。これはやったらあかんで、人生をもって証明します。ゆいちゃん、これはダメですよ。ダメですよ。鼻にかかる感じって、ゆいちゃん、そんな車さんが言ったから。いや、その感動しながら言ってるからしよう。あ、そういうこと。鼻もね、確かに。そういうことね。そんなに怖かった泣き声みたいな。今かなり鼻の抑え方も相当バカにしたから。確かに、モノマネの人は徹子さんのモノマネするね。徹子さんしてたから。今夜私がいただくの。ジミーも一緒にやってるのと同じですよ。同じですから。いやいやいや、やっぱ先輩は真似するの難しいです。なるほどね。気を使いましょう。これちょっと難しかったですかね。そうそう、じゃあそういう一面もある。次のメールいきましょうか。そしたらお願いします。次のメール。不穏な空気だけ残して。愛知県のラジオネーム高山さんからです。今回読み上げてほしいのは9歳の青汁の CM で、
八名信夫。いや、嫌な信夫。すごいな。あんま音呼びしないでしょ、八名。八名。絶対怖いと思ったんですよ。嫌な信夫さん。嫌な信夫さんが言った名台詞です。ああ、まずい。もう一杯。これはもう世代ですよね。我々それはどうなんですか。知ってるんですかこれ。いや知ってる。それは当然 CM でもうめちゃめちゃ俺らの時はめちゃめちゃ真似しましたよね。じゃあ師匠いいですか。悪徳商会ですよ。え、これ難しい。リーダーリーダー。リーダー。え、どこなの。赤い線。赤い線行ってますよ。わかりましたね。じゃあお願いします。おお。あ、まずいがシノなんだな。これがもう一杯がシノなんだな。意味わかんない。嫌なじゃないでしょ。え、何が？意味わかんない。言葉違う。シノなんだな。違うでしょ。そいつ。あ、シノなんだな。いやいやいや。本人言わないですよ。シノ。中尾でしょ。中尾なんです。中尾やってる。中尾だったら。違う違う違う。え、柳信夫さんなんですか。柳田違いましたね。クッキーさんやります。そして中尾明さんやめてくださいよ。ここだよね。違うよ。全然違います。まともブル。そこメールアドレス。メールアドレス読むわけないじゃないですか。まともブル絶対ダメですよ。近づいてまともブル。これね、クッキーさんお願いします。違う。今飲んでるんかな、青汁をね。無呼吸じゃん。あきらさん、もう一杯ちょうだい。しのです。しのだよ。しのだよ。大丈夫でやるんすか。アンサーだよ。しのお前そんなんすかよ。アンサー CM なんすか。しのじゃねえよ。お前夫婦で出ないですよ。あ、しの、私しのじゃねえ。なんでしのなんだよ。お前ごめんなさい、あきらさん。違うんだよ。お前池上しのやめてください。池上しの側で行くの。あれが名字知ってる。池上しの誰でも知ってるわ。知ってるわ、池波師匠。師匠、もう一回やってみます。はい、じゃあお願いします。ここですかね。違います。そう、しゃがれたじゃないですか。しゃがれたおじいさんの声で読んでください。ここなのかな。違います。もうストイットです、それ。じゃあお願いします。はい。あー、あー、これがあれなんだろ。お前あれなんだろ。おう、まずいからもう一杯なんだな。このアングルがいいなと思ったら黒沢さんだったんだな。違う、違いますね。付箋なんですよ、それ。ラジオで投げるところじゃないですか。付箋の部分、お願いします。ああ、こだま乗って、お前、ラッシャーが後ろ姿見てラッシャーだと思って挨拶行って前回ったら生島ひろしだったんだな。ほんまですか、それ。ほんまですか。実はなんだな。何ですか、その話。子供乗るんですか。生島ひろしだった。たけしさん、子供乗るんですか。そんな乗らないでしょ。そんなちっちゃい駅行かないでしょ。三河安城乗りないでしょ、私の。ユッキーさんの実話ですか。経験者びっくりした事実です。全然違いますから。ちょっと仕切り直して別のメール行きましょう。ちょっと偉いします。はい、じゃあ別のメールお願いします。兵庫県ラジオネームゲインズさん、ドラマ古畑任三郎の喋りすぎた男を演じた明石家さんまさんのセリフをお願いします。あんた、あんた弁護士になれるわ。早く司法試験試験になあれや。決まってるやろ。僕が弁護をするんや。難しい。何やってるんですか。違う。首絞められないでしょ。何だろう。押し水弁護士ね。いや、やりたかった。最初鼻押さえて高見菜の真似しようとするんですか。違う。高見菜の真似しようとするんですか。さんまさん。そんなんじゃないんですよ。さんまさんやん。全然違います。さんまさん。さんまさん。冷静よ。冷静よ。
芸人同士は分かりますね。確かに。ですね、ここですか？ラジオネームゲインズさん。そこを読んだんですよ。ラジオネーム読んだんですよ。はい、お願いします。はい。ああ、なんでやーなんでやなんでやーなんでやーおおゆいちゃんなんでやーサンマやってるだけやん。ゆいちゃんなんで喋りと言うよ、サンマだけやって。サンマだけやってもしょうがないでしょ。ただ真似してもしょうがない。委員会で追い打ちかけるだけのサンマさん。そうだな、サンマさんが追い詰まるよ。お願いします。なんでやー。こっち出走馬です。リバティです。それその紙じゃないです。紙ごと違うじゃん。クッキーさんお願いします。すごい。お疲れ様でした。そんなおじいちゃんじゃないの。ほいやほいさ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 ほいや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 ねわしゃほいやほいさやめました。そんな言わないでしょ。お年召しすぎ。ほいさんもっと何で言ってた。お年召しすぎ。わしゃほいやって言わないですよ。お年召し。お年召しじゃないですよ。ほいさんじゃないです。はいはいはい。じゃあね、師匠行きましょう。やります。行きますよ。お願いします。はい、お願いします。何も見つからなかったんじゃないですか。いいんですよ。何も見つからなかったんじゃないですか。終わり終わり。何言ってんすか。そんな将棋みたいなシステムやん。見つからなかったんすよ。普通に読んでくれればいいんですよ。お願いします。どうもどうも、ホイゲンタです。早くやれ、決まってるやろ、俺の弁護をする。プー鬼レンチャーです。鬼レンチャーです。高音のとこ変に歌うやつやんなくて。意外とそういうの見てるよね。意外とそう。いいですよ、そこやんなくても。売れてますからね。クッキーさんお願いしますね。それで手相手相を読んでどうする。急にってどういうこと。どうやって手相を。こっちで読む。紙ですね。こっちね。はい、読んでください。手相言って。手相へのみつかった。なんかないかな思って探しとったら手相って絵の見つかった。ほいやほいさんの気持ちなんですよ。今のクッキーさんの気持ちなんです。関係ないですから。もうそれもこれもできてないです。もうちょっと次のやつ行きましょうか。そしたらまだ行くのね。まだ行くの。すごいじゃん、出てくるの。はい、おめ。続いて長野県ラジオネームピアノステップさん。今回ゆいちゃんに編み上げてほしい言葉は、モノマネ番組にて自分のモノマネをする清水明さんへ、審査員のあわやのりこさんが言った言葉です。なんで途中でふざけるの。胸くそ悪くなった。もう話になんない。同じぐらいいいよ。いや、いいの見つけやって、お前。そこじゃない。そこじゃない。そこじゃない。そこ別にいいですよ。そこ別にいいですよ。お願いします。今回、ゆいちゃんに。あ、違う、こっち、こっち。まず、まず。なんだ、そんな恥ずかしい。マジの間違いだよ。マジで。こいつ、ゆいちゃんに。セリフのところで。なんで、途中で。文献読まないでください。胸悪くなって、もう。話なんないよ。これでしょ。いや、こんな感じ。これはうまい。これそうなんですね。そうなんですね。なんで途中でふざけるのか。これも上手なんだ。ね。本当。あなた気分悪いよ。本当。知らない。あ、僕ちょっとわかんない。知らないですか。清水明さんの点滴を言ってるの。点数低い。そうなんですね。下ネタとかするからすごい嫌がんで。はいはいはい。一回それで高得点つけたら清水明さん泣いとった。泣いてた。泣いてた。そんな点滴なんですね。泣いてあります。そんなに点滴だった。基盤と戦いがあるんですよ。はい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 。
なるほど。すごい。懐かしい。下品な話。嫌いよね。冒頭師匠が正解を出す。正解出すパターン。冒頭出ましたね。ありがとうございます。初めて。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一ついきましょうか。はい。じゃあ、ゆいちゃん、もう一つお願いしていいですか。続いて、愛知県、ラジオネーム、高山さん。今回読み上げてほしいのは、樹木、キーパイス。嘘でしょ。マジ好き、キリンさんマジ樹木木林樹木木林そんなにすごい緑だな違う大池家キリンさんこうやって読むんですこういう感じなんですね漢字はこうなんですよ、ね、あの発言はしてたんです、うん、発言音で覚えてるんだから発言キキキリンさんと岩本佳代子さん、はい、岸本佳代子さんですこれは普通字が違います字が違う今目をつぶって読んだじゃあなんで惜しいとこまで来たんですなんでそんなことをしたの柴田佳代子さんがすいません出演した藤からの CM です、はい、懐かしい美しい方はより美しくそうでない方はそれなりになります映ります普通に間違えちゃうそれなりに映りますねそれなりに映りますキーさんの前の時点でもう間違い出してますから確かに最初が間違ったらやめてくださいね普通に最初が間違ってるんででもこれはこんな感じですかでも確かにこんな感じですよこれはねフィルムカメラですかこれフィルムカメラあインスタントカメラインスタントカメラそうですねこれは俺らもね知ってるでしょいつの結構でも最近もやってやってるけれども、お正月めっちゃ前やん。そう、めっちゃ前ですけど、学生時分やで。あ、長く教えられてるんですね。ずっとやってるんだ。さんはでも長いことやってましたよね。そうですよね。結構長いことした。で、最初の時、岸本佳代子さんとやってたんですね。なるほど。これ、どれ結構合ってました全然合ってない。あ、全然合ってないですか合ってなかったですかね全然。合ってなかった場合は、お手本。え、これ、どっちの真似をされてたんですかうん、どっちの真似をされてたんですか誰の真似をされてたんですかこれ誰がどっちから言ってたっけあの赤い服を着てる方の方えどっちだ店員さんの方赤い服着てる人当時でもキキキリンさんじゃないですかでもえマカチンさん見たことありますいやなんかうん、多分このシリーズはなくてキキキリンさんが出てる藤からはあるけど多分私が知ってるやつじゃないマカチンやってみたらこれあ確かにこれどっちが言ってるんでしたっけはい、はい、これ多分キキキリンさんですかねいやキキキリンさんやと思うんですけど、うん、そういうちょっと、ね、あの嫌味チックなこと言うんてな確かにそうだそれなりにハキハキとした女性というそうそうああちゃんとねわかりました、はい、お願いします頑張ってみなやってみなやってみるうん美しい方はより美しくそうでない方はそれなりに映りますあ、そういう感じいや、悪くないよ悪くないよ、それはそれでこういう感じさすが細かいとこ言えばやけどさすがって感じですけどどこ読むんでしたっけ欲しかったのえ、迷った迷った迷ったけど、だってあんな出してんだもんいいお笑い指導迷いますけど迷いますよ、いいでリセットできてんなあ、間違えたそんなのいい指紋が出てあったから、その次またってなった時そこでリセットできたんよ学んだ虫にあー、やばい怖いダメ出しの音でかお笑いすごい厳しいダメ出しの音でかいということで、メールすべて読み上げましたはい、リスナーの皆さんが心に残る名言名台詞は誰がどんな場面で何と言ったのかまたはどんな作品でどんな役やキャラクターが何と言ったのかを書いて送ってください、うん、さらにゆいちゃんに演じてほしい場合はシチュエーションとセリフを書いて送ってくださいお待ちしております、はい、宛先をゆいちゃんお願いしますはい宛先はやるかアットマーク mbs1179.com までお願いしますまた番組ホームページのメールフォームからもお送りいただけますのでそちらもご利用ください以上もっと読み上げます小栗ゆいのコーナーでした令和ロマン高平車です松井けむりです MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってまーす黄昏レター始まったいやーもうすっかり寒くなってきましてね12月ですからねもう皆さん大丈夫ですか衣替えは終わりましたかそうですね、はい、結構分厚いの着てますけどゆっくりとねもうこたつの中でねゆっくりみかんなんて食べたいなと思ってますけど、まあ、皆さんお忙しいから厳しいですかね
確かに今黄昏れてないから時間見つけてやってますけど、ね、あ時間を見つけてぜひね心の中でゆっくりね、まあスマホだったりとかねパソコンやっぱりつきっきりになっちゃいますけども、ちょっと目を離してねゆったりと、外を見ていただければとね思いますけど、ぜひぜひねよろしくお願いします。みんなのね意識が整ったところで、このコーナーリスナーの皆さん、なんでどうしました、ヒゲともみあげがつながってる成人男性、メール早く発言をしてますけど、ブロシカットです、ブロシカット、これカットカットって言わないんです、はい、ヒゲのとこそここだわりがあるんですね、そこにあっちゃんですか、ね、そっちのあっちゃんじゃないっていうね、今もつながってますよね、いや今はつながってませんってますか、ね、それ切れたらどうなっちゃうんですか、切れても何にもない、切れたら願い事が叶うんですよ、ミサンガじゃないんですよ、ミサンガ、これミサンガじゃない、ミサンガなんですよ、人毛ミサンガ、早く読めって、だから人毛ミサンガでございます、メールがないのか、メールがおりますと、たくさんいますよ、綺麗です、綺麗です、もう綺麗のそれって、ね、ここを剃っちゃったらじゃないですか、間違えて剃っちゃった、ありえない、綺麗だな、綺麗やな、ありがとうございます、そういった思いはですね、なんかレターにねしたためて送っていただけると思います、送んねえよ、いろんな出来事を手紙にしたたけて僕が読みますのでよろしくお願いします、お願いします、ラジオネーム秋田県あん時の佐々木さん、中学3年のある日学校から歩いて帰っていると足の指先に痛みが出ました、そこから1週間ほど登下校の時に足の痛みは少しずつ痛くなっていきました、何かがおかしい、そう思い靴を脱いで靴の中を確かめると硬い何かが入っていました、取り出すと潰れてぐちゃぐちゃになった紙、広げると手のひらに収まるほどの紙には、あなたが好きです、何月何日何時に学校の中庭に来てくれませんか、一学年下の子とだけ書いてあり、名前はありませんでした、すごいな、その日付は1週間も経ってしまっていました、あら、足の違和感に気づいたあの日にもう一つ気づかなければいけなかったことがありました、あれから30年以上手紙をもらったのはもちろんこの時だけ、今も心の奥底に少し何かが詰まったまま生きているようです、合言葉ホットホットと、そこ読まなくていいということで、はい、そこ読まなくていい、前回の合言葉は合言葉ホメールに書いてあるんでしょ、最後にあれここまで含めて黄昏れたそこ読むわけないだろ、合言葉ホット合言葉ホットホット読まないよ、いやー気づかなかったんですね、1週間経っちゃったのか、1週間気づきますけどね、普通石とか入ってないかな、紙入ってたら気づくけどな、確かになんか気づかん方がなんかいい話よ、ね、実際に気づいて会いに行ってブタゲルゲやったら終わりやもん、なんて言うの、ブタゲルゲ、ブタゲルゲ、ブタはわかります、ゲルゲ、ブタゲルゲ、ゲルゲですか、ゲルゲ、なんパッと見てやうわブタゲルゲや思ったら帰ってんやろ、何かに対してゲルゲって思ったことない、ね、思い出に残ってるのはすごくいいと思う、なるほどね、想像してさ、まあね、そういうことか、誰だったんだろう、一学年下のブタゲルゲと確定しなかったってことによって、なるほど、エモい感じで言う言葉じゃないか、さすが素敵でございます、さあこんな感じでどんどんいきましょうか、続きましてラジオネームパキュラ、パキュラ、高校生の頃体育の授業でバドミントンをしていた時のこと、同じクラスのギャル A が突然、館長と言いながらギャル B のお尻にラケットのグリップをグリグリと押し付けていました、とてもしつこく、僕や同じクラスの男子たちは、何やってんねんあいつらマジほやんマジと言ってすかした感じで見ていたのですが、放課後男子全員でそのラケットを血で血を争う奪い合いになったのは言うまでもありません。そんなもんなんですか。合言葉ホット読まなくていいということで。どういうこと。なんで読むんだよ。と言わなくていいんですか。なるほどね。わかるわかる。わかるな。わかるの。わかるわかる。何が。うん。
そのお尻にグリグリしたやつを取り合う。あ、取り合う。そう、取り合うよ、それ。え、まあ、片付ければね。本当に？うん、女の子同士でこう。それをどうすんの？こう、家具でしょ。家具でしょ。まず家具剥がれました。もう買いちゃうね。買いちゃう。あと、分解して飲み込むやろ。分解して飲み込む剥がれました。削って、ね、削って、削って。粉にしてな。削って、飲み込む。プンにして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 。硫化、硫化にしてね。ああ、硫化にして。様々な派閥ができましたけども、煙さんは何派ですか？いいよ、俺。どうしますか？持って帰る派だよ。持って帰る派と。プンじゃないですか？プンじゃないですよ、ね。持って帰ってどうするんですか？どうするんですか？どうするんですか？いや、なんか一番高いところとかに飾りますよ。神棚のような場所。家の一番高いところに飾ります。飾ってみますよ。ここ拝みます。そしたら。拝みます。拝むの？いや、拝まないです。チンチンに振りかけるやろ。チンチンに振りかけるってなんですか？下流派が気持ち悪すぎるんですよ。のりたまに混ぜるでしょ。下流派のレベルが高すぎて。プンにしてね。ついていけないんです。プンにして、プンにしてさ、ゆかり目で溶いてさ、あの、チンポクにまつけ、まつけ。何がいいんですか？そういうの。何がいいんですか？プンは紛れたもの。ほとんど水飴じゃないですか。ほとんど水飴なんですよ。割り箸日本で来いです。水飴じゃないですか。水飴の使い方です。閉まるね。ね、閉まるね。嬉しくないですよ。そんなに固まんないですね。飴細工みたいに。そうですね、そのとろみが。相当じゃ可愛い子だったんだ。そうですね。好きな子だね。まあね、まあ私だったら下の歯と一緒にね、上の屋根の方に投げるかなと思いますけれども、はい、乳歯と一緒に、はい、乳歯と一緒に投げますね、上の屋根の上に投げますね、伸びますね、なるべく伸びますようにって。さあ次に行ってもよろしい？あ、ネタここまでですか？やだだら喋るからね。ネタここまでという指示が、はい、ありましたので。ニュースでアウトだったね。ニュースで。ニュースで。残念ですね。二つしかない。ニュースしたけれどもね、こんな感じで、様々な皆さんの素敵な人生の体験を、黄昏ながら、100字ほどの手紙にしたためて送ってください。宛先は、やるか、@mbs1179.com までお願いいたします。また、番組ホームページのメールフォームからもお送りいただけますので、そちらからもよろしくお願いいたします。以上、黄昏レターでした。野生爆弾クッキーです。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さあエンディングでございます。以前放送でお知らせしたちょっと早いクリスマスプレゼントですが、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募本当にありがとうございました。さて今週読まれたメールの中からアクリルキーホルダーが当たるやるかサイコロ抽選会を行いましょう。さあ今週読まれたメールが7通でございます。出た目でもらえる人数決まります。ただし1が出た場合はそのもう一度サイコロを振ってゾロ目になったら1名の方に全種類のキーホルダープレゼントでございます。なるほど。今回は頑張ってほしいという意味も踏まえた上で、やっぱり令和ロマンのお二人、じゃあもう煙くん、煙ちゃんが、僕いいですか？これもう交番が決まると言っても過言ではありません。育児も確かにね、はい、そうですから。そうです。じゃあもう出た数字が交番だと思って、だと思って、ね、いきます。いつ出たらどうしよう。いきます。どうぞ。4です。4ですね。悪くないです。悪くない、悪くない、4はいいよね。持ってますね。持ってますね。持ってるようで持ってないんじゃない？もしかしたら。しょうがない。でもこれはリハーサルできましたから。確かに4番。でもエミクジって自分が引くんちゃうよね。違います。誰かが引くよね。はい、あの誰かがゲストみたいな、アスリートの方もいらっしゃる。今年は阪神の岡田監督なんじゃないかなと思って。確かにね。もしくは栗山さん、やはり WBC。 栗山さんもありますし、可能性も全然あります。クリエイターファーね、大阪の可能性ありそうです。ABC やもう確かに阪神、阪神ありそうですね。全部一番はあれですって言っちゃう可能性もありますから。ないよ、優勝したらあれって言われたらあれです可能性もありますけどね。今日もあっという間で終わりましたね。本当にレアロマンに頑張っていただくと。頑張ってほしい、応援してます。あれは10月19でしょ。はい、あとだから5日後、5日後、一緒に行ってよ。本当に頑張ってほしい。後のあそこをどう喋るのかとかも多分シミュレーションしてるんでしょうね。まあまあ考えないと。いや、そうですね。そこはもう本当にだ、まああっぱれの宣伝に費やしますね。そこはやっぱりできたらあっぱれのこと。どうですか？どっかであっぱれ。あっぱれ火曜日やっております。よろしくお願いします。分かんないですよ。告知のみ。ABC で急に。告知のみお願いしますね。言わないですよ、それは。はがき読んじゃえば。黄昏レターを始めましょうで。そんな尺ないんですよ。確かに。この音源も音
音源いただいたら、はい、それ持ってってね、うん、ABC のサブにぶち込んどくんだよ。ちょっとそれは皆さん本番見てあんな楽しみ、この漫画で勝負をかけるのか、はい、頑張ります、はい、ということでございます。お楽しみ、はい、ということでございます、今週はここまで、さよなら。さよなら。